会長の奨励賞に皆様方のご支援を。それではこれより表彰に移らせていただきます。本年度の茨城イメージアップ大賞は水戸芸術館吉田秀和、森花江、小沢誠二とともに育む芸術文化発信拠点の取り組みでございます。まず常陸牛です。おめでとうございます。日本の中にもいろんな強い音楽家がいて、外国からも強い音楽で、それをこうまとめたのが水戸芸術館の最初のオーケストラなんです。どうもありがとうございました。皆さんどうも。続きまして裏大賞はネバール君様でございます。ネバール君と納豆お兄さん、どうぞ真ん中の方にお進みください。はい、ネバよ。真ん中ってどこにいる。もう少し前です。裏大賞ネバール君どの、はい、はい、ありがとうございます。はい、やったー。はい、これもう冷蔵庫に飾りますね。ばよ。はい、カシャカシャ。続きまして副賞を贈呈いたします。コシヒカリでございます。どうぞ受け取りください。やったね。ばお米ちゃん大好きね。ばよ。はい、茨城のコシヒカリのお米ちゃんが一番大好きネバね。明日の朝食はお米ちゃんとネバールくんでネバネバ散るネバよ。ちょっと重たいから早く受け取って。はい、すいません。はい、今回は、ネバールくん納豆一粒がこうやって賞をいただけたということで、茨城に貢献できたということで、めっちゃ光栄ですネバよ。でそこで裏大賞っていうから裏ってなんだろうなと思って、裏を辞書で調べたら、裏を調べたらね、まあ、ね、見えない向こう側って書いてあったね。まあ、だからイメージアップ大賞の向こう側行ったってことで、めっちゃすごいねばって喜んでた鍋だけども、さらに見てたらなんか裏っていうのは表の逆とも書いてあったから、イメージダウンなのかなとかっても思って、で他にも見てたらビデオだとモザイクがないって書いてあったから、モザイクないってことはみんなが喜ぶってことねばね。嬉しいねばー。ありがとう。今日はほら小沢さんもはいねば、ね、世界的などうでしたか。すごいことだと思いませんかねば皆様。世界の小沢誠治、世界の森花江、世界のネバール君、すげーねばー。絶対も肩を並べたぞ。小沢さんの印象的にはどうですか。印象は、あれは絶対に納豆食べてるねばね。わかりますねばよ。森さんはどうだ。あ、森さんはね、絶対に納豆食べてますねば。わかりますねば。心の声だけど納豆好きだよって言ってたねば。嬉しいねばね。嬉しい、ありがとう。ネバール君は、はいネバ、クラシックとか聞くの。クラシック、小沢さんが。そうですね、聞かないですね。すいません、ごめんなさい、わかんない。もう頭の中で運命が流れてる今。伸びしろ日本一だ。いや、すごい、やっぱりベースカットリーだ。あ、なんかいい曲が浮かんできたぞ。登録してねばー。